ジェネリック家電メーカー製のラジカセジェネリック家電とは大手家電メーカーの一世代前の技術を利用しながら搭載する機能を絞って低価格を実現した日本製の家電商品。ただしノーブランド品で廉価かつ比較的高品質な家電全般を指しても使われ中国製、韓国製の商品に対しても使用されることがある。ジェネリックは英語で 一般的なブランドにとらわれないという意味で、ジェネリック医薬品になぞらえた造語だが、主成分が新薬と同一の医薬品であるジェネリック医薬品とは、大手メーカー品より機能を絞り、低価格を実現している点で意味が異なる。ジェネリック家電の台頭には、機能はシンプルで、価格は安い方がいいという消費者のニーズが置き去りにされてきたことが背景にある。 日本国内の大手電気発車以外の優秀な順、大手、中堅メーカー製品が、低品質な日本国外の家電製品と共に、B 級家電と呼ばれていたことを、ライターの金堅拓氏が憂い、大手に劣らぬ、高品質低価格の有料家電と、粗悪な B 級家電を明確に分けるために提唱した信号で、就営社、 週刊プレイボーイ2013年4月1日発売後の特集、ジェネリック家電で新生活をレベルアップが初出である。同2013年10月には、ジェネリック家電推進委員会によって、ジェネリック家電製品対象が設立され、優秀な製品が毎年、週刊プレイボーイ市場などで公表されている。同会は2015年9月28日に非営利の業界団体。 一般社団法人ジェネリック家電推進委員会として設立され、金建拓氏を代表理事とした各社によるセパラボギ製品。上が大手電機メーカー製、下がジェネリック家電メーカー製のもの。大手家電メーカーは商品開発のサイクルは短く、一世代前の部品や技術などを安くジェネリック家電メーカーに売却する。 ジェネリック家電メーカーはそれらを使用することで安価な製品を作るため品質に問題がないとされる。ジェネリック家電メーカーは大手メーカー以上に客のニーズを徹底的に調査し、付加機能の可否、コスト削減を行うことで顧客の要求に応える。ジェネリック家電メーカーでは定年やリストラなどで大手メーカー退職した技術者を即戦力として雇用し、 開発に関するノウハウを短期間で取得している。例として、アイリスヤ山ではパナソニックやシャープなどの大手メーカー出身の技術者を採用し、開発センターを立ち上げている。そのため大手メーカーと技術的には遜色なく、また大手メーカーのウィークポイントも知り尽くしているがゆえ、別角度からの製品開発が可能である。 日本の大手家電メーカーの製品は、ガラパゴス形態という言葉に代表されるように、技術力を誇示する、あまり多機能に走りすぎた結果、ユーザーにとっては使いにくくなり、海外ではむしろ評価を下げていた。ジェネリック家電メーカーの多くは、品質は大手クラスを維持しつつ、機能を絞ることで、低価格と使いやすさを実現して、国内外で評価された。オーブンレンジに例を取れば、 無駄な機能を削除することで、約10分の1の価格を実現している。2013年秋に A プライスを運営する MO。2016年7月には、楽天市場の液晶テレビカテゴリの月間売上ランキングでも、同社のテレビが長期間にわたり上位入賞し、2016年上半期ランキングでも6位に入賞するなど、コストパフォーマンスの良さで市場に受け、 大手ブランドに対しジェネリック家電が十分通用することを証明した。扇風機などの一部の製品ではすでに大手のメーカーを抑えて、ジェネリック家電メーカーの製品が国内のトップクラスのシェアを占めている。また、カセットや CD の音楽をメモリーカードなどにダビングしまとめることができる。ラジカセなど、大手では販売が終了したが、特定層に需要がある。 日置商品の開発も行っている。こうした動きを見て、大手メーカーの一部でも低価格の製品を売り出す動きが出てきた。あるメーカーでは販路を拡大できた理由の一つとして、メイドインジャパンの信頼性と安全性を前面に打ち出した点にあるとする。独自の安全基準を設け、1万時間以上使用し続けてもトラブルが生じないかなど、耐久試験などを行っている。 またコールセンターを設置して、アフターサービスを充実させ、古い商品の部品をストックして、修理依頼にも万全に対応できる体制を整えた。その後、競合の激しい大手家電量販店が利益率を上げるため、大手ブランド品以外の商品の積極的な仕入れを行い始め、タブレット端末、カーナビゲーションシステムなどのデジタル家電分野で中国製ジェネリックが急増する。 AB コトバンクジェネリック家電ジェネリック家電知恵蔵ミニの解説2018年9月10日閲覧サンキビスジェネリック家電が低価格のわけ安かろう悪かろう B 級品とは一線隠す存在感高まるジェネリック家電って何量販店も積極的に販売スケル消費者の変化ビジネスジャーナル日本ジェネリック製薬協会ジェネリック医薬品を知りたい方へ 2018年9月10日閲覧。AB、プレジデントオンライン価格10分の1の商品も、ジェネリック家電入門。2018年9月10日閲覧。ABCDEF 広がる、ジェネリック家電、ウェイバックマシン NHK ニュースおはよう日本。2020年1月24日閲覧。日立製作所、東芝、パナソニック、三菱電機、NEC、富士通。 ソニー、シャープ、金剣託士、安くてもすごい。ジェネリック家電の世界集営者、二千十四年一月二十四日、観光。ISBN 九百七十八から四十億八千8百八十万七千九9七ハット読売オンライン、激安液晶テレビも、注目のジェネリック家電二千十四年四月二十一日八時二十分、トースポ、百万円浮くジェネリック家電の利用術。 ハット日経スタイル、モノトレンディ、東芝レグザのそっくりさんジェネリック家電は開花。ありがとうございます。